どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。2017年の10月か11月にこの6畳ワンルームの物件に引っ越しをしてきました。もう引っ越した時っていうのは狭い部屋だななんていうふうに思っていたんですけども、実際その子に1年以上住んでその生活の変化はあったのかとか、快適だったかどうたのかみたいなのを今回はあなたにシェアをさせていただきます。まあ、結論から言ったら快適かどうかって言われたらめちゃくちゃ快適に過ごすことができました。はい、まあ、なのでそのポイントなんかもシェアさせていただきますし、もちろんメリットデメリットもありましたのでそれも、シェアさせてもらいます。はい、それでは行きましょう。でそもそも僕が断捨離に出会ったのが2015年の3月とか4月ぐらいで、この動画を撮影している3年以上前のことになります。その時は初めて断捨離した時は品川に住んでいました。で品川に住んでいる時っていうのはちょっと画像が一部分ずつでちょっと申し訳ないんですけど、こんな感じの部屋に住んでいました。もうごちゃごちゃしててなんか歩く場所もないぐらいもうごちゃごちゃしてました。なのでストレスは溜まってましたし、疲れも抜けてないみたいな、そんな状況が続いてました。でそこで断捨離をして次の物件に行った時、渋谷の初台っていうところに住んでいたんですけども、その時の部屋はこんな感じでした。もう逆に何もなさすぎるみたいなそんなレベルだったんですけども、この時はまだ物が少ないければ少ないほどミニマリズムを味わえるぜみたいな、そんな時期が僕にもありました。でこの物件に引っ越してからまず初めの時期っていうのは、僕はやっぱりまだまだ物は少なかったです。ヨガマットの上で寝たりとか、机と椅子とパソコンしかないみたいな。でそれぐらいから僕が本当にやりたいことってこれだみたいな、なんかそういうのが見えてきまして、じゃあ自分が本当にその向かいたいところに向かうために必要なものはこれだね、こういうことだねっていうのをなんかちょっとずつ分かり始めてきて、まあ分かりやすいところで言ったら物を入れ始めました。で今どうなっているのかっていうとこんな感じです。僕がガチガチにミニマリズムなライフスタイルを送っている時と比べたらだいぶ緩くなっていると思います。で僕はこう普段仕事だったり YouTube だったりっていうところにフォーカスしたくて、必要なものを置いているわけなんですけども、こうリラックスできる部屋っていうのもすごい必要だなっていうふうに最近ものすごい感じてます。なのでじゃあリラックスできる部屋、まあヒュッケなお部屋を実現するためには何が必要かなっていうのを考えて今こういう配置になってます。まあこれが全然正しいとか完璧とか言い悪いとかじゃないんですけど、僕の場合はリラックスできる部屋が必要なので今こういう感じになってますということです。なので僕が普段家でやっていることっていうのは、寝るか仕事するかご飯を食べるかお風呂入るかです。まあでもこれは別にミニマリズム関係なく、人は習慣の生き物なので、あなたもこう部屋の中でやってることっていうのは大体ワンパターン化されていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、はい、あなたはどう思いますか？で僕がこの6畳ワンルームで快適に過ごせているポイントが2つあると思います。でまず1つ目は、まあ、単純に物が少ないから6畳一間でも広くスペースを使えるっていうか、なんか6畳ワンルームでも全然広く感じてます今。はい、全然強がりとかそういうのもまあ多少あるかもしれないんですけど、やっぱ物がこっちにしかないので、そうこっち側全然物がないの、ライトスタンドぐらいなので6畳広いじゃんっていうふうに今思ってます。そう、まあそれはやっぱりメリットとしてあるかなというふうに思います。2つ目は、地域を含めてめちゃくちゃ快適っていうことです。はい、僕はこの物件選んだのと同時に地域を選んだっていうのがありまして、どういうことかっていうと、歩いて3分したら商店街があって、その商店街には食べ物も雑貨も日用品も健康食品だったりもう何でも揃ってるんです。なので雨がちょっと降ってたとしてもサクッといってサクッと帰ってこれますし、そう警察署も近くにあるし、役所も事務近くにあるし、郵便局も近くにあるので、もうめちゃくちゃ便利な地域なんですよ。そう、僕が住んでいるところが。ちょっと上手い表現が見つからなくて申し訳ないんですけど、とりあえずこの家が便利、家が快適っていうのもありますけど、その地域全体が見た時にめちゃくちゃ便利なので、僕はもう今ものすごい快適に、必要なものがあったらサクッと手に入るし、なんかその物に困らないとか、そういう安心感っていうか、それで快適に過ごさせてもらってます。なので僕がじゃあすごい山奥に行ってミニマリズムのライフスタイルできますかって言われたらちょっとできないと思います。でまあもちろんネガティブな部分っていうのもありますので、まあこれからこう不動産選ぼうかなみたいな、
思ってる人には参考になるかもしれません。はい、なのでそれをちょっと2つシェアさせてもらいます。1つ目はこの新しさっていうんですか、なんか築年数じゃないですけど、この物件ですね、なんかちょっと古臭いんですよ。なんか所々昭和レトロを感じるというか、うわすごい新しい綺麗なところに来てるっていう、その心がふわっとなるワクワクっていう感じは一切ないですなので次引っ越すとなったら、もうちょっと新しくて綺麗なところに住もうと思います。2つ目はこちらです。トイレとバスが一緒になっている、まあこれユニットバスって言うんですか、ちょっとなんていうかわからないんですけど、これがちょっとデメリットではあります。このバス、トイレ一緒のメリットももちろんあるんですよ。あのトイレとバスルームっていうか、もう丸洗いできるっていう、もうめちゃくちゃ楽、一緒に掃除できちゃうんで、それは楽だなっていうふうに思ったんですけど、ただ湯船に浸かってリラックスをするっていう経験、僕この物件で一度もありません。なのでここ2ヶ月3ヶ月ぐらいでちょっとずつこう旅行に行かせてもらう機会が増えて、そこで温泉に行ったりとか、こういったあのバスルームっていうところで湯船に浸かって、ああ気持ちいいっていうのをちょっと最近思い出してきてるっていうことですね。まあ、長々喋ってきましたけども、結論から言うと、この物件に引っ越しをしてきてめちゃくちゃ快適に、そしてやりたいことに集中できてますと。でそのポイントは、家の中でのリラックス空間を作ったからっていうことと、あとその街全体で快適に過ごしているからっていう、そういうことですね。でまあデメリットというか向上点としては、もっと綺麗でもっと新しい賃貸に住みたいっていう、あとは湯船に浸かれる環境っていうのもリラックスするためにはめちゃくちゃ大事だなっていうことですね。であと僕がこの1年を通して分かったのが、やりたいことをやり続けるためにはやっぱりどこかで休息っていうか休みを入れないと、やりたいことであっても続かないなっていうのが実感してまして、そのためにはやっぱ家の中をより快適にリラックスして休みが取れるような、そういう環境にする必要があるなっていうふうに思ったので、なのでこの動画を見てるあなたが、よし断捨離をしようって言って、まあ断捨離していただくのはもう全然素晴らしいことだと思うんですけど、断捨離した後はやっぱりあなたにとって必要なものは入れてほしいなというふうに思います。映画でなんか365日のシンプルライフみたいなのがありましたけども、一回断捨離、一回全部手放すんですけど、その後必要なものをちゃんと入れてますから、そうこの動画を見てるあなたもこう断捨離をして、すごいミニマリズムですっきりするっていうのはいいんですけど、ただその後必要なものっていうのはちゃんと取り入れていってほしいなというふうに思います。はい、ということで今回はこの物件に引っ越して1年間ですね、その移り変わりとメリットデメリットっていうのをシェアさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。なんか僕も説明がなんか足りてないんじゃないかっていうふうにも思っていますし、あなたもいやこういうとこもっと聞きたいんだけど、もっとこういうとこ突っ込んでいきたいんだけどっていうところがあると思いますので、それはぜひコメント欄でいろいろ書いてみてください。でこれは僕も断捨離しながらやっていたことなんですけど、あなたにとっての必要なもの、本当に必要なものは何かなっていうものを明確にしたりとか、それに対してフォーカスし続けられるようにどうすればいいのかっていうのをあなた自身で考えてもらう、まあそんなメントレをですね、メルマガでシェアしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、今回はとりあえず以上とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。